以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。さくさんです。めちゃです。はい、今日の動画は今日はですね、こちらですかね。ドド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 ド、これ2ボックス目、よっしゃー、行こうぜってことですけど、大体一緒なのかな。そうですね、うんうんうん、どうなんでしょう。まあ、うんうんうん、早速開けていきましょう。はい、あ、やったりも出てないですね。はい、まずはですね、やったりもは、いきます。おーい、テレコ、はいはいはい、さっき出ましたね、これテリッと、うんうん、そしてダブルライ、お、恐竜や、ピアノザウルス、いい、あ、キノコや、いい、シールになってるのはが、この、剥がしてみます。はい、何やろ、ペリペリ、セイレンコンチュルト、おー、新しい、これはシールドリガー、自分のマナゾーンからカードを1枚自分の手札に加える、その後、自分の手札を1枚自分のマナゾーンに置く、うんうんうん、入れ替えですね。いいですね。どんどん行きましょう。はい、テレレッテッテッテ、かっこいい、かっこいい、闇、闇グレープダーリー、イゴー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 、そしてあ、ゴゴゴ、あ、ゴゴゴ、一緒じゃないんだな。ゴゴゴ、ワンボックス目の結果はやっぱ違う。ニューワールド、シューマッハ、シューマッハ、おすごい、かっこいい、ニューワールド、で、おぼろかげろう、おかっこいい名前、爆弾をバースト、バースト、キノコ将軍、あからの、お、なんかこの、ね、あの、あ、こういうやつ、いきます。デリリ、あ、あれ、夜のボンのすけ、いや、あれ、え、このタイプ、こいつはポンの助が出るやつな。そうなんですかね。どんだけって書いてる。これちょっと結構試し、あのちっちゃい頃があったね。それなんですか。机とかに貼っちゃう。効果は。このクリーチャーはシールドブレイクできない。え？自分はシールドトリガー能力を使えない。このカードは4枚より多くデッキに入れることができる。できる。何しに入れたらいいの？変わり？それだけなんですよ。あ、じゃああれか、なんかそのハンデみたいなものとですかね。うーん、へ、えー、ここからね、コメントなど教えてください。お願いします。なんかギラギラしてますね、うん、これなんかすごい、あ、メッセージ、はい、あ、スーパーしりとりが、おしりね、はい、はい、ザリガニさん、うん、そしてジョットガンジョラゴンがめくれるタイプ、はいはいはい、なんやろ、なんだろう、なん、ジョ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 か、おー、見てみて、なんかいい絵柄、すごい、かっこいい、入れよう。次、はい、バウラハク、バウラハク、サタンキャスル、あ、そう、イゴゴゴからの、オオカブト、これはもうね、オオカブト、今までやつ買ってますよね、うんうん、シュそうなんです、革命、革命類侵略目パラスキング、強い、強い、強そう、進化クリーチャーですね、うん、コスト5以上のクリーチャーがアタックするとき自分の手札にあるこのクリーチャーをその上に重ねても良い、はい、うん、トリプルブレイカー、バトルゾーンにある自分のカードを全ての文明のカードとして扱う、おお、どういうこと、何でもあり、そして革命に自分のシールドが2つ以下なら自分のクリーチャーの召喚コストを5少なくしても良い、うん、ただしコストは0以下にはならない、ああ、なるほど、すげえ、よろしくキャロル、ご機嫌シャウトって読むみたいですね。全然何をやってどうやって読むの、ご機嫌シャウトになったんや、矢沢駅士じゃないですか、あーあ、かわいい、身代わり人形、かわいい、アワンです、シュ、あ、大かぶとだ、あ、これはかぶることあるんや、うん、中身は、中身は、おお、ヘビー級ヘビーヘビー級のヘビーですね、ヘビーね、いい、テレテー、ゼロハンド、ゼロハンド、手札ないんですね。呪文、自由の女神、おう、女神ですね、これは。あ、女神ね、シーラネッシー、あ、それもいいかね、からのミラクルとミステリーの扉、へー、素敵ななんか扉開けちゃいますね、開けてください、え、
オルメテウスブラックドラゴン、強そう。ダブルブレイカーで、うん、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを一体破壊する、うんうん、そしてこのクリーチャーがシールドブレイクする時、うん、相手はそのシールドを自身の手札に加える代わりに墓地に置く。おー強い。手札に加えさせない、うん、使わせないぞ。強い。強し。でベルヘルデスカル、うん、天気くん天気くん挟めねえシュッガリュザーク送っちゃいます。デレレブラッディクロス、ほう、呪文、自分の山札の上から2枚を墓地に置く。その後相手は自身の山札の上から2枚を墓地に置く。おほう、なるほど。でいエルビーネナンバークエスチョン、クエスチョン、クエスチョン、ハサメネ、ハサメネ、ハサメネいっぱい。お姉ちゃん、お、これはさあどっちだ。ポンノスケかな。あ、ポンノスケタイム。ポンノスケの予感が。ハズレポンノスケ、ポンノスケなんや、やっぱり効果一緒ですね。シールドブレイクできない、シールド以外能力使えない、うん、このカードは4枚より多くデッキに入れることができる。お、ポンノスケ、なるほど、なるほど、かわいいな、かわいいなデレレレ、マダンオープンブレイン、ほう、エイエイオー確かに確かに、エイエイオーやね、うん、はい、ザリガニさんね。で、お、これはこういうやつですね。あーいいね。あれ、それ傷ついてない、なんだろう、なんでだろう、な、シュシュ、サインついてる、うん、究極生命体ザキラ、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 山崎ラ、ザキラって読むんだね、これ Z のザキラ、うん、お、強そうだ。クリーチャーダブルブレイカー、うん、で、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手クリーチャーを一体破壊できる、うん、このクリーチャーは自分の墓地から召喚しても良い。ほうほう、なるほど、ほう、なるほどなるほど、すごい、究極やな、究極、なるほど、ベアマボックスになりかけてるね。あ、すごいで、これすげえ施されてる ね。シャドウウェーブサイクロン、サイクロン、そしてマナゴリラどんな名前なるんではないかと辞書、辞書、あ、辞書、すごい。シュジョットガンジョラゴン、おからの、からのシュノリノリン、あーリンリン、いい。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分のクリーチャーを一体アンタップする。次の自分のターンの始めまで、そのクリーチャーのパワーをプラス3000する。うん、自分の他のジョーカーズクリーチャーがバトルゾーンに出て、その能力がトリガーするとき、このクリーチャーをタップしても良い。そしたら、その能力が一度の代わりに二度トリガーする。どういうこと？二回使える敵だ。二度トリガー。二度トリガー。すげえ。じゃらん！横向いてるカードが出てきました。おー！オーバーキルグレイブヤード。なんか良さげ、良さげ。自分のクリーチャーすべてにスレイヤーを与える。スレイヤー、ほう、あ、かわいい。ジャの化身ペインティモフ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 ペリルドッター、うんうん、シュッ、おっ、これはいい。あ、これはなんだろう、パッケージのモンスターですね。いいやつ来そう。なんだろうな、シュッ、うん、これは多分確定なんでしょうね、おお。いいですね。ギラギラ、こんな感じで2ボックス目が終わってしまった。いいですね。はい、というわけでございまして、はい、いいですね、この、はいはい、まったり開封していく感じ、はいはい、2ボックス目が終わりました。はい、なかなかこれ違うんですね、めくるやつ違いますね、うん、組み合わせが、うん、いい。なんかね、こういう風にこうデコレートできるから楽しいですよ。はいでは次は3ボックス目ですね。はい、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。いろいろコメント欄で教えてください。お願いします。こんにちは、くーちゃんです。この度親子で楽しめるチャンネルくーちゃんにいるグレッツトライが開設中。詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。バイバーイ。